イギリスのスーパーにやってきました。パリから来たんですけど、物価としてはイギリスの方が安いです。スーパーとかでもですね、リンゴとかも、ちょっと倍ぐらいの値段多分パリしたんじゃないかなと思うんですよね。チーズとか、そうです、食料品、バナナとかも、パリ、フランス、パリの方が割高ですね。イギリスの方が食料品、一般的なものっていうのは安い感覚があります。生活っていうところで考えると、ロンドンは特に、安売りとかよくしますし、こんなね、これ1リッターぐらいある、ヨーグルトですよね。これとかも1ポンド、約140円です。パンとかも異様に安いんですよ。結構生活する分にはね、正直日本より安いんじゃないかなって思うぐらいですね。生活しやすいです。家賃がね、高いっていう。それはもう、群を抜いてロンドンは高いんですけど、その他の問題は結構クリアできるかなと思います。あと意外にホテル、ホステルとかは、ロンドンかなり安かったりとかするんで、2000円以内でね、泊まれるところ、結構綺麗でサービスもいいところ、ね、相部屋とかで良ければそういうのも泊まれます。このパンも100円、65ペンスなので、100円ぐらいですかね。はい。だいたい100円パンとか。結構質高いですよ。あとは、ショートブレッドですね。スコットランドの名物のものとか。結構たっぷり入ってます。フランス、パリはね、ペプシの 500ml でもちょっと250円くらいしたかな。結構高いんですよね。国々のスーパー歩くと楽しいですよね。あとぜひイギリスに来たら食べていただきたいのがこのチップスです。熟成チェダーチーズ味のこれです。このタイプ、これめちゃくちゃうまいです。他のポテチはそんなに感動しなかったですけど、これだけはぜひ食べていただきたいですね。おすすめです。ソルトビーフのお店にやってきました。今日は初めて、ロンドン、イギリスの B 級グルメで美味しいと言われているソルトビーフ挑戦してみたいと思います。がっつりビーフが入っていて、ピクルスが、あとマスタードが入っています。このお店は普通のビーフ、ローストビーフと、牛タンのソルトビーフもあるということだったんですけども、まあ、初めてなんでノーマルをセレクトしました。早速食べてみたいと思います。かなり肉は柔らかい。ソルトビーフって聞いてたんで、もっと塩気が効いてるかと思ったんですけど、意外とマイルド、しかも肉は相当柔らかいです、サラダとジュース、ドリンクがついて 8.5 ポンド、だいたい1000円ちょっとってところでしょうか、1200円とか。美味しいですね。パンはベーグルとかソフトなパンとか選べたんですけど、ベーグルにしてみました。肉が
溢れてます。ロンドンのプレタマンジェに来ています。美味しいサンドイッチとかスープとか、コーヒー、紅茶飲めます。イギリスだけあってコーヒーだけじゃなくて紅茶が種類 3,4 種類ぐらい、あるのが特徴かなと思います。結構安くて紅茶とかコーヒーとか1杯1ポンドしないぐらい、150円しないぐらいで飲めるんでかなりいいですね。店の雰囲気もかなりおしゃれで、くつろげます。 Wi-Fi 環境もあるんで街歩いてて疲れたらプレタマンジェで休憩っていうのもいいかなと思います。